YouTube をご覧の皆さん、こんにちは、竹岡圭です。今日はですね、こちらです。アトレーのカーゴのデッキ版になります。ね、デッキ版、横見ないと分かんないかもしれないけど、デッキ版でしょ、はいな感じなんですよ。で、今までね、ハイゼットカーゴベースのデッキ版っていうのはあって、でそれも今回もあるんですけど、さらにね、アトレーベース、要はアトレーカーゴベースの、このアトレーベースのデッキ版ができたっていうのが今回の特徴になります。なので、まあ見た感じ、今までよりもこう働く車色をちょっと薄めてですね、乗用車感覚で使っていただけるような、まあおしゃれとかゴージャスとかいう言葉までは当てはまらないかもしれませんけれども、ちょっとこう上質な、かっこいい感じの、はい、そんな車になっています。で、ハイゼットカーゴベースのやつはですね、相変わらずもう少しこう働く車の用途でね、作業に便利に使える車として存在はしているんですが、こちらアトレーベースなのでターボだけです。はい、だからこうターボでね、ちょっとエンジンはパワフルに、例えばこう釣りとか、なんかそういったこうアウトドアで使えるといいな、まあそういったユニーズに応えた1台ですね。はい、じゃあちょっとドア開けてみましょうか。はい、この辺りはね、実はね、私のカバンがありましたけどね、アトレーと同じでございます。なのでどうですか、見た感じもそんなに、あの、なんだろう、働く職が、まあ、そんなにないというか、なんというかな感じですけれども、でもね、ここの上にも、はい、この私が好きなやつ荷物が載せるところがあり、そしてですね、でもこういったところ、オートエアコンだったりとか、クルーズコントロールがついていたりとか、あとは安全装備もしっかりついていたり、リアにもファンがあったり、で、このね、ドアも、電動で、ここからも操作ができて、これ分かります。予約タイマー付きなんですよね。やっぱこう遊びに行くとなると、こうやって予約タイマーとかついてると非常に便利かなというふうに思います。こういったものは全てついてます。で、こちらはね、今ね、今日、4駆モデルになってますね。でですね、後ろですけれども、はい、電動スライドね、こんな感じで、これ普通に4人こうやって座る4人乗りっていうところは、ここまでアトレと一緒なんですけどね、ちょっと見ていただくと、これがさ、こう、これだとただの正座だね、これ倒さないとね、はいこんな感じでね、はい、荷物スペースにすることもできます。例えばね、このままこう下ろした場合はここに壁ができるので、ここはもっと本当に、あの、普段使ってるバッグとかね、傷つけたくないもので、ここはワイパブル仕様なんで、ここの部分に、もう少し雑多なものを置くなんていう、こうわけわけした使い方もできますよね。なかなか便利かもしれません。でね、こっからですよ、こっから。こちらにズズズッと来ていただきまして、はい、これがこのデッキ版の特徴になります。で、デッキ版なんで、ここの部分はまあオープンスペースなわけですけど、ここには例えば、まあ、濡れてもいいものって言ったらおかしいですけどね、そういったものが詰めますよね。で、これこういう風にしていただくと開きます。で、これはね、ディーラーオプションです。ちなみにリバーシブルで使えます。なんかこれの方がまあおしゃれ感はありますよね。だからここに例えば、釣りでもね、例えばクーラーボックスはここへ積む。で、ロッドとか高いじゃないですか。ああいった大切なものは中へ積む。なんていう使い分けもできます。で、なんかここ、乗ったら怒られるのかな。大丈夫ですよね。今日動いてないから。ちょっと楽しいので乗ってみちゃおうかと思いますけど。こんな感じでね。はい、でここにあのバーなんかもありますんで、こうやってかけたりとか、いろいろアレンジもできると思います。でここに積んだ荷物の上にはこうカバー、シートみたいなカバーはあるらしいんですけど、こういうホロとか蓋とかそういう感じではないみたいですね。でもなんかキャンプ場でこうやって使うのもいいかもね。なんか楽しいかもね。なんかこうワクワクしませんか。そういうこうワクワク感があるのがいいなっていうのを思ったんですけど、まあ本当にあのアウトドアで、
ちょっと汚れちゃったもの、いやラゲッジスペースとはいえ中に積みたくないなという時あるじゃないですか。あとこう雨降ってちょっと濡れちゃったなみたいなもの積みたくないじゃないですか。でそういうのはこっちへ積んで、大切なものは中へ積んでっていうね、分け方ができるっていうのもいいですし、なんかこれ見てるだけでちょっと楽しくなりません？なんかこうワクワクをね、かきたててくれる、そんな一台に仕上がってるのがすごくいいなっていうふうに思いました。で残念ながらね、これね今日の車ナンバーがついてないんですよ。なので例えばこれ空身で乗った状態だとどうなのかなとか若干気になってるんですけど、そこはちょっと今日できないんですが、とはいえねベースはアトレーなんで多分乗り味はそんなに変わらないのかなっていう気もまあするんですけどね。あとでも荷物はここにね最大積載量250キロって書いてありますから、積むとねまたね、こういった車ってバランスが変わって雰囲気変わりますから、乗り合い違うのかもしれませんけれども、なんかねこういうところあえて残してるところがすごく楽しいなっていう風にね、私思いまして、こういう車ってありそうで意外とないですよね。例えばほら果実園の方がねここにとってこうもぎ取ったりとか、そういう農作業車とかそういうような使い道では、今までねそのハイジェットカーゴベースのやつ使われてたみたいなんですけれども、これをやっぱアトレーベースのもう少し乗用車にね、振った形で、アウトドアの遊びに使いたいというニーズが高まって今回生まれたということですから、はい、こういうのを使ってね、ちょっと遊びに行けたらいいなーなんていうふうに思っております。ちょっと面白いんでここに乗ってみちゃおうかと思うんですけどこんな乗り方していいのかって思うけど、でも別に動いてない車だったらね、どうやって使っても自由なわけですから、意外と座れるぞ。でしかもこれ例えばちょっと待ってね、こっち側もさ背もたれをさこう起こせばこんな感じでも座れるし、こんな感じでも座れるし、意外とこういう座り方できる車ってないですよね。これ釣り的高さにちょうどいいんじゃないのかななんて思っちゃったりとかしたりして、なんかこれはこれで落ち着きますね。なんかねシートアレンジがこんな不思議な感じのってあんまないじゃないですか。当たり前ですけど、逆にこれがねなんかワクワク感を呼びますね。結局アウトドアとかキャンプっていわゆる非日常じゃないですか。だからこれ非日常を楽しむっていう意味ではね意外といい気がするよ。だってこうやってさ座ってさ、ここになんかこうやってさ、なんかどうこういうのなんかちょっと楽しい気がしない？私一人で楽しい気持ちに今なっておりますけど、子供とかってこういうの好きじゃないかな。なんかね秘密基地みたいでね、私もねこういうなんか秘密基地みたいの好きですよ。はい、なんかこれでキャンプ行ったら本当マジで楽しいかもね。なんかちょっとバーベキューでもなんでも、でこの車で行けばその辺のちょっと公園行ってね遊ぶんでもなんか違う気分になれていいかもしれないし、この荷台を使って新しい遊びなんていうのも生み出せるかもしれませんね。というわけで、今日のドライブしてないね今日ね、今日の車と一緒にな感じはいかがでしたでしょうか。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また一緒に今度はお出かけしたいですね。というわけで、またね！バイバーイ！